おはようございます。西阿波倉村の山根です。2019年11月6日朝7時9分のドル円の相場解説をしていきたいと思います。これはですね、4時間足ですね。今ね、4時間足なんですけど、昨日ですね、この水色のゾーンからのね、売りを仕掛けたんですけど、それを超えて上昇仕掛けましてね、ロスカットラインを引いてたんですけど、それよりね、手前でだいたい10ピップスぐらいで、こうに逃げましたね。そうしまして、こうね、放っておいて、夜中にね、2時ぐらいにちょっと目が覚めたんで、こうチャートを見てみましたら、ここまでね、上がってまして、そのあたりからですね、こうちょっと様子を見て、これは下がるんじゃないかなと思って、今ね、現在売りをこう仕掛けているんですけれどもね、これがですね、こう今ね、こうロスカットラインもこのあたり、前回高値のちょっと上ぐらいに引いてるんですけど、もしね、また上昇するようで あれば途中でね、こうまた離脱というか、途中で決済して負けの損失というかをね、こう大きくならないようにしたいと思います。どうなりますかね。これがね、下がってくれるといいんですけど、ちょっと勢いがね、こう強いので、そうですね、デイリーでこう移動平均線の上にも来てますし、これはね、こう1回目、2回目、3回目、4回目、5回目のトライで抜けて、こう上に上がっていくとね、もうまたこうシナリオを立て替えなければいけないんですけど、ちょっとね、わかりませんね。ちょっと様子を見て、すぐもう上がるようであればもう決済してね、行きたいと思います。はい、ということで、夜中にね、エントリーを売りで仕掛けましたということです。また放送したいと思います。では失礼します。